天気がすごくいいので今日はサーフィンに行きたいと思います。ステップの練習をしましょう。今から行きたいと思います。めっちゃうまそう。みなさんこんにちは、海旅のスーザンとジュンヤです。今日は何する？今日はサーフィン行きましょう。天気がすごくいいので今日はサーフィンに行きたいと思います。はい。で、さっき朝ジムを終えて今ご飯食べてます。低タンパク高脂質を意識したチキン買いましたね。サーフィン前に筋トレする人ってあんまいないよね。ないかも。結構ハードだしね。うん。でもなんかこうやってやっぱり1年とかやってると結果が出てくるの。徐々に徐々にね。地味な感じだけど、だからちょっとやめられません。はい、ちょっとね忙しいんだけどその間を縫って筋トレ1時間でもいいから行くようにしてます。純也くんはこんな高カロリーなもの食べてます。スパイシーチキンだよ。ダメじゃんまあたくさん動いてこの後も運動するからっていう言い訳です。じゃあ今からサーフポイント行ってきます。海到着しました。イエーイって言っても、あ、結構結構いる人、30人以上おるよね、多分。すごいね。見えるそこ？見える見える。ちょっと思ったより人が多かったんでポイント移動します。波ちっちゃいけど、まあ、そうだねあの、二人でステップの練習をしましょう。自然に文句は言えません。言えません。贅沢な文句です。楽しみましょう。波があるだけ幸せなんです。ちょっと波チェック行ってきます。涼しくなったね。なんか涼しい。私たち土日休みじゃないんですけど、これ平日休みでサーフィンすることが多いんですけど、なんか久々に見た人の量でちょっと興奮しましただけどちょっと人が多いところはちょっと板がぶつかったりする危険性とか邪魔になっちゃうかもしれないしね。そうもあるので、ちょっと波のサイズが下がるかもしれないんだけど、次のポイントをちょっと波どんな感じか見に行きたいと思います。はい、いいといいね。いいといいね。格好だけはプロサーファーのスーザンです。後ろ姿すごい上手いサーファーだよ。そう、うん、ハワイとかに住んでそうだもん。暗すぎて見た目はすごいねあとは実力をさ高めたらもう完璧だよなんで完璧だよ。楽しそうじゃん。まあ入ろう。うん、やろうちょっとあることに感謝や。早速着替えて海行ってきます。日焼け止めは忘れずに。曇りでも絶対真っ白やん。今からサーフボードにワックス塗っていきます。天気曇っちゃったね。確かに晴れがいいよね。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったね。私も全然怖がらずに入れたし、でたくさんロングライドできたから今日は大成功です。そうだね、めっちゃ楽しかった。ただ楽しみすぎて空腹です。空腹です。これからバーベキューしに行き
たいと思います。はい、キャンプ場到着したので荷物を持っていきます。すごい、もうね、荷物量半端な、キャンプって本当に荷物多くなるよね。でもこのリアカーレンタルできてよかった。本当だね、これ手持ちだったら何往復することになるの。確かに大変だよ。今からテントサイトの場所を探しに行きます。おお、落ちそうだった。あ、大丈夫や、いい感じ。これめっちゃいいわ。本当、かなり人力車みたい。私も乗りたい。一個乗ければそれ。あ、本当、最高ですね、これ。最高ですか。楽ちん。楽ちん。これだって、この量さ、一人で持つってなったらさ、5往復から6往復ぐらい。確かに。こういう感じで、自分たちが泊まりたいところ自由に選べて泊まれます。どこにしますか。どこにしようね。海の近くがいいけど、そんなのは無理。どこからどこまであるの。わからん。ここのエリア以外にもあるの。なんか奥にあるって言ってたよね、多分。そう。本当。このテント実は今回初めて使うんで、立て方もあんま分かってないんでちょっと手こずりそうなんですけど、テント立てていきたいと思います。隊長、はい。どうですか、新しい。いい感じですよ、テントは。なんか思ったより簡単だし、ね、うん、こんだけさ、でかいテント初めてじゃない。うん、確かに今までめっちゃちっちゃいテント使ってたよね。かなりのアップデートです。タラーン、中見てほしいんですけど、よいしょ、こんなに広いです。うぅー、すごい。やっぱさ、高さがあるのってよくない？なんかさ、高さあるとさ、圧迫感がないからさ、すごい。今日寝るのめっちゃ楽しみです。私たち実はお酒飲めないので、今日はジンジャーエールで乾杯します。おお、いい音。おお、いただきます。はい、乾杯は？あ、乾杯か。乾杯。いい波にも乗れたし。ね。今日はこれでアヒージョ作ります。じゃあオリーブオイルを注ぎます。出来上がりましたので、うわ、エビ食べたい人。はい、はい、食べる。あ、あ、うまい。うまい。純次つけたスペアリブを今買ってきて。美味しそうだね。鶏もも肉。コストコのもも肉。いや、でかいね。もう一個、皮の方下だ。皮の方下だよ、これ。でかっ。めっちゃうまそうじゃん。手作りスペアリブいただきます。え、まずい。うん、おいしいよ。おいしいの。うん、今のところいい感じに焼けてます。焼けてる？おー、すごいうまそうです。鶏もも肉いただきたいと思います。うん、うまい。プリプリ、うん、最高だよね。空がめっちゃ綺麗、今日めっちゃ幸せかも。起きましたか？起きた。おはよう。おはよう。今日の朝ごはんは？ベーグルで。ああ、ベーグル美味しそうだね。コストコのベーグルだよねこれ。Yes。 おお、ジュージューいってる。
本日の朝ごはんです。ちょっと質素です。質素言うなだいぶいいだろう。だいぶいいだいぶいいだろうって何。どうでした一泊二日のキャンプ旅は。キャンプ旅キャンプは楽しかったね。楽しかったね。天気も良かったし、ね、うん、ロケーションも良かったし、ね、確かに波も良かったし、ね、確かに充実した一日過ごせたね。次回キャンプやるとしたら、うん、新たなアイテムとかちょっと欲しいって思っちゃったかも。そうだね。今日はこれ片付けたらもう帰りたいと思うので、はい、今日はこんな感じで動画を終わらせたいと思います。この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあね。チーズフォンデュにつけてもめちゃくちゃ美味しい